こんにちは。孔明の罠だ。孔明の罠だ。なんか罠仕掛けた俺が。違う。お前のことではない。諸葛亮孔明だ。ああ、諸葛亮孔明ね。ああ、そういえば。前三国志読んでん。あ、読んだ。うん。あれ面白いらしいな。超もろかったで。ああ。横山三国志。横山光輝様の三国志である。横山光輝といえばあの漫画家で、漫画家で有名なね。そうです、うん、漫画家で有名な横山光輝さんです。お前どうした。横山光輝、ね、初めて聞いた。漫画家で有名な、そういう言い回しもあったか。新しいの。あの鉄人28号とかかかった人やろ。先生先生、ね、うん、ほいで。それがな、うん、その横山光輝さんが書いた60巻にも及ぶ三国志。60巻すごいな。まあ、読みましたよ。孔明の罠だ。いつもな、うん、諸葛亮孔明という偉い人がな、うん、罠仕掛けんねん、うん、でみんなハマってな、滅びていくねん。頭偉らしいな。うん、まあそんな感じのお話やったわ。うん、な、うん、みんなも読んで。めっちゃ面白かった。なんか特にびっくりした、特にびっくりした部分である。こんな頭ええのかみたいな。せやな、印象に残った。印象に残ったとこか、うん、なんかいろんな頭の良さがあったからの。敵の船をなんか欺くとか なかったっけ。船がどうのこうのって。あ、たくさんあるもんな、そういうのな、ストーリーがな。まあ船もやさ、石壁の戦いとかはな、うもう燃える、一番燃えるところやけどな。まあそんなんいっぱいある三国志のストーリーを君は全部読んだわけや。うん、読んだけどあんまし覚えてないけど、読んだけど面白かった。そうか。まあまあさあな、最後の感想はまあみんなに、人には親切にしとこうな。ああ結局そういうとこ来ねんな。親切にしとかんと後で偉い目に遭うぞーいう話やった。なるほどなるほど、うん、ええこと言ってんねやっぱりね。すいません、ええ話やった。で諸葛亮孔明は頭が良かった。あ、そんだけ。うん、まあ皆さんも読んでくださいってことだね。はい、読んでな。面白かったわけだね。面白かった。まあ、読んだ人もきっとおると思うよ。この中にはね。書いてはるさずさ、孔明の罠だ。孔明の罠。まあでまあ同じ。黙らっしゃいとか言うね。黙らっしゃい。黙らっしゃい。ね。うん、でまあ同じ孔明ということでね。字は違いますけどね。うん、僕は光明かりと書いて孔明ですけどね。そうそう、よく聞かれるけどな。うんうん、お前孔明って本名やもんな。あ、そうです。僕孔明と本名ですよ。ね、うん、光は彼と書いて孔明と読む。そうですね。光明、うん、さんじゃないよ。そうですね。うん、でまあ孔明ということで同じ発音やからね、諸葛亮孔明ね、楊、うん、孔明、孔明ってね。今度中華街行った時あの扇子買ったのか、諸葛亮孔明の持っとる扇子。お、買ってちょうだい。それこう仰ぐわ。うん、やる。次回はそれでちょっとやってみようか。マジでか。はい、今日はですね、はい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 、あのなんかボーカリストの人とかがね、うん、あの譜面をこう手書きで自分のキーで書いてからあかんねんけどもね、うん、あのミュージシャンがやっぱり読みやすい譜面とか読みにくい譜面とかあるんですけども、ね、ミュージシャンの人らみんな手書きで譜面書いてくるもんな。そう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 、あのあボーカルの人がね、ボーカルの人ら書いてきますね、うん、まあ、僕らはあの別にそのね、曲を転調しなくていいですからね、うん、キーを変えるっていうんだけどね、うん、だからもうそのままあの印刷物のね、うん、譜面見て弾いてるんですけども、ボーカルの方はやっぱ手で書いてこなあかん。やっぱりあれか、もう譜面渡された時ドン引きみたいな譜面あるんか。まあそういうこともね、やめて。こんなの、そうやな、ものすごい読みにくい場合もありますよね。どんな目が回ってくる。え、あ、目が回ってくる。目が回ってくるよね。あのやっぱり狭い、あ、狭いじゃない、暗いね、薄暗いところで、うん、その日にもらう譜面やからね、うん、やっぱりあの見やすい方がいいですよね、うんうん、だからあのコードネームはなるべくこう、あのなんちゅうかな、見や、あのなんちゅうの、太い、大きく、太く、ね、うん、書くとあの見やすいですね。うん、うんうん、まあコードで弾いてるもんな、お前ら。そうそうそう、ほとんど僕らコードでコードネーム使って弾くからね。おたんまジャック神話人の次よ。まあまあそれ言うたらあれやけど、弾けるわよ、うん、そうだね。だからどっちかというとコードネームだけははっきり見えるようにね、書くということかな、うんうん、それとあとは例えばじゃあ曲弾きます。あ、ごめん、こういう曲ありますね、うん、これやっぱし
4小節だよね、うん、ここで1段終わってほしいわけね。あ、4小節で1段終わる。そうそうそう、うんうんうん、で次のここまででまた次の4小節だよね、うんうんうん、だからこれがやっぱりね、1段目4小節書いて2段目もまた4小節書いて、うん、そういう風に書いてくれると見やすいです。ね、なるほどな。だったら、うん、ブルースだったら四三十二で3段か。そういうことや。えい、その通りやな、うん、ブルースやったら3段で書いたら、うん、いいですね、うん、ブルース3段で書きます。だから4小節ね、で書いたら綺麗に見えるよ。四三十二や、うん、バット、しかしやね、このちょっとこう譜面映してくれる、うん、これ市販の譜面やねんけども、これ ね、これタイトルが There Will Be Another You という曲ですけども、うん、これね、やっぱ往々にしてこういう風に何小節ある？これまあ、あの欄外のこのね、ピッ、あの、なんていうか、アフターアフトをよけて数えたとしても、うん、1,2,3,4,5,6,7 小節、みたいな感じね、うん、でこういう風に書かれちゃうと見にくいんやね。もうこんなん書いたやつは打ち首にしようぜ。いやまあそんなことはないけども、そりゃそうぜ。うん、っていうかあのやっぱりね、奇数で割ったりするとね、うん、あの見にくいですね、うん、だからどうせ書くんやったら、こんな書くんやったら8小節、あ、偶数がええのか、うん、偶数というか8小節ごとに段を変えてみるのもいいしね、うんうんうん、でもそしたらもう横長くなっちゃうよ。そう、横長くなるわけね。そうすると何が起きるかってよく、うん、あの言う言葉で目が滑る。そう、目が滑るんですね。目には入ってくるけど心には入ってこないぜってやつ。あ、いや、頭に入ってこないってやつだね。あ、 そういうことや、うん、だから 1,2,3,4,2,3,4 でポンと区切れてくれると、あの、うん、ね、音的にもそうやろ、ダラあ、次行こうか、あ、次行こうか、はい、次、で、まただから音楽としてのね、フレーズの区切りが、まあ、割と4小節ごとに出来上がってるわけね。なるほどな、うん、数えてな、うん、1,2,3,4,2,2,3,4 って数えてくれる？はいはいはい、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、1、2、3、あ、そっか言ったかね、1,2,3,4 1,2,3,4 2,2,3,4 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 2,3,4
次行くで。1、2、3。1、2、3、4、2、3、4、3、2、3、4、2、3、4。ほら。な。で、次行くで。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。ほら。ね、1、2、3。はい。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。ほら。で。な人うつむくな。というわけで、これもそうやな。せーの。ほら。な次のうちでまた、こくやね。というわけで、こんな風にフレーズの区切りで結構ね、4小節くことになってるよね。ああ、なるほどな。うん、そんなわけでですね、譜面書くときにはなるべく4小節ずつこうフューとなるべく合うようにね、うんうん、たまにちょっと合えへん部分が出てくるから一部分だけね、うん、5小節とかね、うん、6小節とかなることもあるやろうけども、うん、それはもうその行だけであって、うん、あるいは一番最後にもそれ持ってくるとかね、うんうん、できる限り4小節ごとにまとめて、うん、見やすいように見やすいようにやるといいですよというのが今日のアドバイスです、うんね、他にどんななんかこんな譜面書かれたやつは打ち首言うのない？そうやな色が薄いとか、あ、そうやな、色薄かったりとかね、おたまじゃくしが大きいとかちっちゃいとか、まあそんなもあるし、はい、どっちがいいの？大きいのとちっちゃいの、おたまじゃくし、うん、いや大きいとかちっちゃいとかいう問題じゃなくて、あ、僕は綺麗に書いた方がいいよね、うん、うん、綺麗にこう書いてくれると見やすいかな、うん、うん、それとかよ、それとかよ、あの、うんうん、音符の長さに合わせて、う
間間隔を空けるとか、そういう音のは符の別にいいの？ね、まあそんなんもあるけど、せやな、音符の長さに合わせて、そやな、全音符しかない部分はな、もうちょっとぐらい狭くなってもいいよね。なるほで、どそな。の分、なんていうか、たくさん音符があるところ、ちょっと多めにとってもいいかな。でも、ちゃんと数は揃えて、まあ書くここ方だが、けの話、お前時々あいつ譜面汚かったとか告げ口するようなワイに。まあ、それはいや、まあな、ちょっと今日の譜面読みにくかったよねとかね、それはあるかもしれんけどもね。それはどんな譜面だ？それはやっぱりその、なんていうか、殴り書き、ビャーっとしてね、パッとしたら読みにくいよね、そういうのはね。なるほどな。そうやって最初から言えばええねん。いやいや でもやっぱこれはね、せっかくね、一生懸命書いてきはった譜面やからね、やっぱりそんなんね、やっぱりそんなあんま言われへんから、こっちはちゃんとね、引き受ける方やからね、まあ、ちゃそんとやこう見ね。て弾くんですけどもね。だから、まあ、お前らピアニストはあまり書かんでええもんな。そうやね、僕らピアニストはあんま書くことないかな。まあ、例えばベーシストとかドラマーになんか譜面書くことはあったとしてもね、胃腸して書き直してっていうことはあんまないですね。なるほどな。ただやっぱりこういう市販で印刷物で売ってる譜面でもこんなふうに読みにくいね、じゃあ、あま譜り面もこうあいりうまつすらね。も当てにせん方がええいうことか。そうですね、読みにくいですね。これは出版社の関係上、スペースを稼ぐためにね、ぎゅっと詰めてね、印刷してあるからね、まあ、読内首みにくい。やな。だからまあ、例えばじゃあこれをこのまま写してしまうと、だから損をするときあるね。なるほどな。だからこれはやっぱり、これやったら7小節で書いてるからね、4小節で書いて、あとの3つは下の段に持ってきて、ちゃんときれいに当てはまるようにね、するということですね。でも大体4小節言うてやっとったらよ、終わりは大体揃うんか。いや、揃えへん場合もあるね、それが。あるんか。1括弧2括弧とかね、なんとかかんとかってあって、ただ揃えへん。最後は一つ余っちゃったりよ。だからそういうのは一番最後に持ってくるといいよね。そこでも全部読み切るから、パンと。なるほで、どまね。た頭に戻るやろ。途中らへんで、なんか奇数を混ぜてしまうと、なんかね、目が滑るよね。なるほどな。ずっと1、2、3、4、2、3、4、3、2、3、4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 、2、
1、2、5、2、3、4でね、そこだけ小説とかになってくるとね、つるっと目が滑る時ある。つるっていくねんな、うん、昔あの友達とリハーサルをしててね、うん、どうしても間違えるのよ、うん、何回やっと間違えんねんな、うん、そこだけな、うん、簡単な譜面なんけどね、うんうん、よう見てみたらね、そういう風になってましたね。あ、なるほどな。4小節の部分と5小節の部分とかね、うんうん、間違えやすくなっちゃうわけよ。そうですね、うんうん、じゃあ間違えたらな、そういう譜面のせいにしちゃえしちゃえ4つにしか書いてこなかったらな、4つにじゃなかったらもうこれ譜面で間違えたんだよとか言っちゃえ言っちゃえまあそういうこと言う人もいますね、うん、今日ボーカルの話やけど楽器の人にも役に立つこと言うてしもた、うんうんうん、な、うん、だからまあ人のせいにできるぞそうそう、まあ人のせいにする、うん、譜面のせいにしてね、もうね、自分やないっていうね、うん、じゃあ自分じゃないような人もいますけどね、そういう人も、うん、お前みたいだな。いやでも、ね、やっぱりね、あのちゃんとそれはね、どんな譜面が来ても読まなあかんでね。うん、お前でも考えてみたらあれで、ね、あのベートーベンとかモーツァルトじゃないけどね、バッハにしてみても原書、うん、原書って見たことある？原書。ないないない。彼らが手書きで書いた譜面があるんよ。うん。もう汚いな。あれな、ベートーベンすごいな。ベートーベン。図やなあれな、地図やな、もうなんかな。ほんま汚い。うん。うん、でそれをあれ、うん、それをあの読み解いて、うん、シャフ屋さんがね、当時やけどもね。うん、綺麗にあの譜面書き直したって言ってなかった。シャフ屋さんが、そうそう、偉いの偉いのな、うん、まあ、まあ昔はシャフ屋さんがもうあのすごい音楽家でもあるわけでしょ。バッハは綺麗なんだって前言ったじゃん。あ、バッハ綺麗だ。バッハは綺麗やねん。それでも読みにくいであれな、うんうん、やばいのはベートーベンや。ベートーベンすごかった、うん、ベートーベン自筆の楽譜とか言ってな、うん、ググってみ、やばいの出てくるから、うん、確かバスかぶりお前それかググっとったな、うん、うん、ぜひ今日ググってください。皆さん、ググって、もう面白いもん見れるから。まあだからベートーベンなんかでもあれやからね、うん。別に気にすることないんだけど。いや気にしよう。ここは気にしようよ。作曲家じゃないんだから。でもあれ、ね、うん、持って行って損するわけやね。せや。うん、あの譜面がね読みにくいとね。うん。うん、譜面のせいにされるから間違ったら。そう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 。うん。まあ、そんなわけでですね。お前もな、よく言っとるもんな、間違えたらあれは譜面が譜面が汚かったんやわ、アイドスレちゃうとか言ってんねんこいつ。あの、あ、怖い怖い。そういう逃げの手に使ってますけどね。そうそうそう、僕の僕じゃねえ。
僕じゃないとか言うから それはそんなこと言ったらあかんねんけどもね、まあ、あかんねんけどね、って心の中では全然思たないからな、まあ、でも今日のタイトルは、ミュージシャンの方にね譜面持っていくときにどんな譜面を持ってたらいいですかというね、ボーカルさんの譜面のいい譜面の書き方、そうですね、うん、素敵譜面を書こうね、そして気持ちよく歌おうぜみたいな感じですね、話やな、はい、今日は譜面の、まあ、演奏よりも今日はね、あれですね、譜面の書き方とかね、ちょっとそういう話しました、うん、ベートーベンの話でも面白いと思うんで、ぜひね、ググってみてください、ググって、はい、ね、でした、でした、はい、じゃあ今日はこんな感じです、というわけでね、はい、今日はこれでおしまいでございます、ね、こいつやっぱり腹黒いでしょ、というわけで、でもこのやつのお友達にでもね、なってくれたらわい嬉しい、前のお友達にもなってね、というわけでね、今日もここ登録って出るから登録して、マイルとお友達になってくれたら